こんにちは、ゆきです。今回はこんな感じの2種類の桃を作っていきたいと思います。では早速モデリングしていきましょう。まずはシフトプラス A からメッシュの中の UV 球を選択します。左下にある UV 球を追加というところをクリックしたら、セグメントを16でリングは12に変更しておきます。変更できたら RY90 で90度回転しておきましょう。では続いてタブキーを押して編集モードに移動します。オルトを押しながらこちらの辺を一周選択することができたら S で縮小していきましょう。だいたいこれくらい縮小できればいいかなと思います。続いてタブキーを押して編集モードからオブジェクトモードに戻ったらモディファイアープロパティからモディファイアーを追加、サブディビジョンサーフェスを選択します。上の数値を2に上げたらオブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用しましょう。ちょっと桃の溝が浅すぎたかなと思うのでもう一回編集モードに移動します。コントロールプラス R でこちらとこちらに1本ずつ辺を入れてあげたらオルトとシフトを押しながらこんな感じで1周ずつ選択してあげましょう。 S でちょっとだけ拡大したら SX でこちらの間を狭めていきます。こんな感じで桃の溝ができればいいかなと思います。では続いてこんな感じで葉っぱをつけていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の円柱を選択します。頂点を16まで減らしておいたら、蓋のフィルタイプは N ゴンからなしに変更しておきましょう。S で縮小していきます。だいたいこれくらい小さくできたら GZ で上に上げていきましょう。SZ で伸ばしていきます。長さはだいたいこれくらいでいいかなと思います。タブキーを押して編集モードに移動しましょう。コントロールプラス R で1本辺を入れてあげます。そしたら GX で右側か左側かに移動して、こんな感じでちょっと曲げてあげましょう。続いてこの状態でコントロールプラス B でベベルをかけていきます。マウスホイールを回してセグメントを増やしてあげて、だいたいこれくらいの感じの滑らかさにしてあげてください。ここまでできたらモディファイアープロパティからモディファイアを追加、サブディビジョンサーフェスを選択。上の数値を2に上げてタブキーを押してオブジェクトモードに戻ったら右クリックスムーズシェードを適用してあげましょう。あとは今このヘタの部分穴が開いてしまっているのでもう一度編集モードで調整していきましょう。オルトを押しながらこちらの上を一周選択したら ES で縮小していきます。ちょっとだけ GZ で上に上げたらもう一度 ES で縮小して M 中心にでマージしてあげましょう。こんな感じで上の穴が閉じれば OK です。では今度葉っぱを作っていきましょう。まずはシフトプラス A からメッシュの中の UV 球を選択します。セグメントとリングはこのままで OK です。ちょっと見にくいので GZ で上に上げて調整していきましょう。まずはタブキーを押して編集モードに移動します。SY でペタンコにしていきましょう。続いてもうちょっと幅を細めにしたいので SX で細くしていきます。もうちょっとだけ薄めにしましょう。 SY で細くして、そうしたら今度オルトを押しながらこんな感じで1本選択してあげます。続いてコントロールを押しながらこんな感じで一番上と一番下の選択を解除してあげましょう。ここまでできたら今度 GY で少し後ろ側に持っていきます。続いて SY でこんな感じで平らにしていきましょう。もうちょっとだけ GY で後ろに寄せておきます。タブキーを押してオブジェクトモードに戻ったら右クリックスムーズシェード、モディファイアープロパティからモディファイアを追加、サブディビジョンサーフェスを選択して上の数値を2に上げておきます。では葉っぱの溝もうちょっとだけ強調していきたいので編集モードで調整していきましょう。タブキーを押します。こちらの辺の選択はいらないので一回どこかをクリックして解除したらオルトとシフトを押しながらこちらとこちらの辺を選択します。 SX で内側に近づけていきましょう。そうするとこんな感じで溝が強調されてくるかなと思います。あとはこちらの隣の頂点と離れすぎてしまっているので今度こちらとこちらをオルトとシフトを押しながら選択します。 SX で少しだけ内側に入れてあげましょう。これで OK です。では今度葉っぱを反らせていきたいので一番上の頂点を選択、プロポーショナル編集をオンにしたらこちらのスムーズというところをシャープに変更してあげましょう。
では GY で後ろ側に反らせていきます。マウスホイールを回しながらこんな感じで曲げる範囲を決めていきましょう。一回これくらい曲げたらもうちょっとだけ先端を曲げたいので、もう一度 GY で後ろ側に移動していきます。先端だけ曲げたいのでマウスホイールを回してこのプロポーショナルサイズを小さくして調整していきます。あともうちょっとだけ葉っぱふくらしてた方が可愛いかなと思うので、 A で全選択して SX で少しだけ広げてあげます。では配置していきましょう。まずは S で縮小してサイズを合わせていきます。 G で移動したら R で回転、点キーの7を押してまた上から見た図に切り替えて大体の位置に調整してあげましょう。サイズもまた調整しつつ G で移動しながら好きな感じの位置に配置してあげてください。こんな感じでいいかなと思います。ではここまでできたら、今こちらの桃のサイズがだいたい2メートルぐらいある大きい桃なので、シフトを押しながらすべて選択したら S で縮小していきましょう。今回はだいたい10センチぐらいのサイズにしようかなと思います。こちらの右側のアイテムの寸法の値を見ながら調整してあげてください。こちらの値に関してはこの黄色くアクティブになっているもので表示してくれるので、こちらの桃の本体の部分を最後に選択してあげるとちゃんと表示されると思います。ではあとはこちらのスケールを1対1対1にしていきたいので、全て選択した状態でコントロールプラス A スケールを適用してあげます。そうすると全てのオブジェクトのスケールが1対1対1に変わったかなと思います。ではマテリアルの設定をしていきたいので、まずはライトを置いていきたいと思います。シフトプラス A、ライトの中の3を選択します。点キーの1を押して正面から見た視点に切り替えたら R で少しだけ回転してあげましょう。こんな感じで斜め左上からライトが当たるようにしてあげます。続いて今このライトデフォルトだとちょっと弱めなので、こちらのオブジェクトデータプロパティから強さを10にして角度を30度ぐらいまで上げておきます。ではシェーディングタブに移動していきましょう。こちらの右上でレンダープレビューに切り替えておきます。続いてこちらのレンダープロパティを開いてレンダーエンジンをサイクルスにしておいてください。ではこちらの桃の本体からマテリアルを設定していきましょう。新規をクリックします。こんな感じで上がピンク色で下が黄色っぽいような感じの色にしていきたいので、まずはシフトプラス A からテクスチャの中の波テクスチャを選択します。続いてコンバーターの中のカラーランプと入力の中のテクスチャ座標を選択しましょう。オブジェクトとベクトル、係数と係数、カラーとベースカラーをつないであげます。こちらの桃の回転直すの忘れてたので、コントロールプラス A から回転も適用してあげましょう。では波テクスチャの X の値を Z に変更します。とりあえず色だけつけておきたいと思います。まずカラーランプの黒をちょっと明るい黄色っぽい感じのカラーにして、もう片方をピンクっぽいカラーに変えていきます。変えることができたらこちらの左右を近づけておきましょう。では波テクスチャのこちらのパラメータを調整していきたいと思います。スケールをシフトを押しながら細かく調整していきます。とりあえず1あたりにしておいたら、位相オフセットというところの値を調整してピンクの位置を決めていきましょう。今回はだいたいこれくらいの位置がいいかなと思います。続いて今このピンクと黄色の部分がまっすぐすぎるので、こちらをちょっとだけガタガタっとさせていきたいと思います。歪みの値をとりあえず1ぐらいまで上げておいたら、細かさを5まで上げます。続いて細部のスケールというところを調整していきます。こちら結構上げていくとこんな感じでモヤモヤっとしたノイズに変わると思います。歪みも調整しながら変えてあげるといいかなと思います。こちらのカラーこんな感じで結構単色なので、もう少しだけノイズを加えて可愛くしてあげたいと思います。シフトプラス A からカラーの中の RGB ミックスとテクスチャの中のノイズテクスチャを選択します。テクスチャ座標のオブジェクトとノイズテクスチャのベクトル、ノイズテクスチャの係数と RGB ミックスの色2をつないだら、こちらのカラーランプのカラーを RGB ミックスの色1につないで、RGB ミックスのカラーからベースカラーにつないであげましょう。ミックスというところをオーバーレイに切り替えます。係数はとりあえず1まで上げておきましょう。ノイズテクスチャのパラメータを調整していきます。細かさを15まで上げたらスケールを大きくしていきましょう。そうするとこんな感じでノイズが乗ってくると思います。あとはオーバーレイの係数を下げながらこのノイズの出具合を調整してあげてください。こんな感じでノイズを設定してあげました。では質感も変えていきましょう。
まずはちょっとだけマットな感じにしていきたいので、こちらの粗さの値を 0.8 まで上げておきます。続いて少しだけザラザラっとした質感に変えたいので、シフトプラス A からベクトルの中のバンプと、あともう一つシフトプラス A からテクスチャの中のノイズテクスチャを選択します。テクスチャ座標のオブジェクトとノイズテクスチャのベクトル、係数と高さ、ノーマルとノーマルをつないであげましょう。続いて細かさをまず15まで上げて、粗さを 0.8 まで上げておきます。そうするとこんな感じの細かいノイズが乗ると思うので、あとはバンプの強さの値を下げていきましょう。あんまりザラザラしてほしくないので、今回は 0.063 に設定してみました。これでモモ本体のマテリアルは設定終わりました。ではこの上の方の葉っぱとかも設定していきたいと思います。葉っぱを選択したら、こちらのマテリアルのアイコンをクリックして、こちらのマテリアルを選択します。新規マテリアルをクリックして、マテリアルを新しく複製してあげましょう。この波テクスチャはいらないので、 X キーで削除しておきます。続いてこの RGB ミックスもいらないので、こちらも X で削除してしまいましょう。ではこちらのノイズテクスチャの係数とカラーランプの係数、カラーとベースカラーをつないであげましょう。今ちょっとコントラストが強めになってしまっているので、このカラーストップの左右を遠ざけていきましょう。色も緑っぽい感じの色に変えておきます。あとはスケールを変えながらノイズの具合を調整してあげるといいかなと思います。ではこちらのマテリアルも同じように設定してあげましょう。アイコンをクリックしたら、この葉っぱのマテリアルを選択して、また新規マテリアルで複製して色を変えてあげます。では続いてこの透明な方の桃のマテリアルも設定していきましょう。まず3つ選択したら、シフトプラス D で複製して左側に置いておきます。こちらをクリックしてマテリアルを複製してあげます。まずは電波の値を1まで上げます。粗さを 0.1 まで下げておきましょう。そうするとこんな感じで透明になると思うので、今度は質感を変えていきましょう。ノイズテクスチャの粗さを 0.5 まで下げて、続いてスケールをちょっとだけ大きくしていきます。こちらの光の反射を見ながら調整していきましょう。強さを変えるとこんな感じで表面の質感が変わってくると思います。では色も調整していきましょう。今ちょっと色が暗すぎるので、まずはピンク色の方をもうちょっとだけ薄い感じにしていきます。背景がないとちょっとわかりづらいですね。シフトプラス A からメッシュの中の平面を選択します。位置も調整してあげてください。点キーの1を押して正面から見た図で、この X 軸のこの赤いラインの部分に平面があるので、こちらにこの桃の下の部分が合うように配置してあげるといいかなと思います。ではまた色調整していきましょう。あまり彩度高めにするとこんな感じで結構強めの色になってしまうので、彩度この S の部分が低めな方がいいかなと思います。では上2つも変えてあげましょう。新規マテリアルでマテリアルを複製、電波を1に上げて、粗さを 0.1 まで下げます。ちょっと色が暗すぎるので、両方とも明るいカラーに変えてあげます。こちらのノイズテクスチャも調整していきましょう。粗さを 0.5 まで下げたら、スケールを大きくしてノイズを細かくしていきます。バンプの強さで表面の質感を変えてあげましょう。葉っぱも同じように新規マテリアルでマテリアルを複製、電波を1に上げて、粗さを 0.1 まで下げます。色もお好みで調整してあげてください。質感も変えておきます。こんな感じでマテリアルの設定が終わりました。では配置していきましょう。レイアウトの方に戻っていきます。こんな感じで向き合うような感じにしていきたいので、まずはこちらの3つ選択したら RZ で回転していきます。今度こちらの3つ選択したら S で縮小して、また配置していって RZ で回転、点キーの7を押して上から見た状態でちょっとだけ移動しておきます。ではここまでできたら、今度撮りたい角度を決めてシフトプラス A、 カメラを選択します。点キーの0を押してカメラのビューに切り替えたら、ビューの中のカメラをビュー2にチェックを入れて、マウスホイールを後ろに回して移動していきましょう。コントロールを押しながらマウスの中ボタンを押しつつ、マウスを移動してあげると細かく調整ができると思います。画角を変えていきたいと思います。出力プロパティから解像度を両方とも1920に変更して、こんな感じの正方形の絵にしていきたいと思います。ちょっと背景が足りないので S で拡大していきましょう。もうここからカメラ動かしたくないので、カメラをビュー2からチェックを外しておきます。では今度ライトを設定していきましょう。
マウスを左上に持っていって画面を分割していきます。ちょっとこれ邪魔なので N キーと T キーを押して隠しておきます。カメラを選択した状態でオブジェクトデータプロパティからビューポート表示、外枠の 0.5 となっているところを1まで上げて暗くしておきます。ではライトを調整していきましょう。まずはこちらのサンライトの向きを変えていきたいと思います。 RZ でこんな感じで変えることができるので調整してあげてください。今横からすぎるのでもう少しだけ後ろから当たるような感じに変えていきます。続いて Shift プラス A からライトの中のエリアを選択します。RX90 で90度回転したら RZ で回転してこちらの後ろ側からライトが当たるようにしてあげます。電気の7を押して上から見たビューに切り替えたら G で移動していきましょう。このカメラに映っちゃうとこんな感じの変な線が出てきてしまうので少しだけ位置を調整してあげるといいと思います。ではパワーを調整していきましょう。あんまり強くしすぎると影が薄くなりすぎてしまうのでそちらはこの右側の画面を見ながら調整してあげてください。こちらの透明な方にハイライトが出てくるのでこちらも見ながら調整してあげると可愛くなるかなと思います。続いてこちらの光の広がりの部分を小さくしていきましょう。そうするとだんだん光が収束してくるのでこの桃の後ろ側の部分のライトの当たり方が変わってくるかなと思います。ではもう一つだけライトをつけていきましょう。 Shift プラス A からライトの中のポイントを選択、電気の7を押して上から見た図に切り替えたら G を押して右手前側に置いていきます。桃の手前側が少し明るくなるような位置に配置してあげましょう。ちょっとサイズが大きすぎるので半径を小さくしていきます。パワーも下げていきましょう。あとはこの桃の正面をもうちょっとだけ暖かい色にしていきたいのでカラーも変えていきます。こんな感じでライトも設定しました。あと背景の色ですね。こちらもお好みで変えてあげてください。マテリアルプロパティから新規をクリック。ベースカラーを好きな色にしてあげましょう。ではこのままレンダリングしてしまうと結構ノイズが出てきてしまうので、コンポジットの設定もしていきたいと思います。コンポジッティングタブを開いたら、ノードを使用にチェックを入れます。ビューレイヤープロパティを開いたら、デノイズデータをクリックします。Shift プラス A からフィルターの中のデノイズを選択。レンダーレイヤーとコンポジットの間に入れてあげましょう。あとはノーマルとノーマル、アルベドとアルベドをつないでおきます。あとはカラーを調整するためのノードも加えていきましょう。Shift プラス A からカラーの中の露出と、あとはカラーの中の HSV、カラーの中の輝度コントラストを選択して間に挟んでおきます。あともう一つ Shift プラス A から出力の中のビューアーを選択して最後の画像と画像をつないでおきましょう。ではレンダリングの設定もしていきたいと思います。レンダープロパティで今回レンダーエンジンはサイクルスで行っています。最大サンプル数はお好みで変えてあげてください。128ぐらいあれば今回はいいかなと思います。ではコントロールプラス S でちゃんとファイルを保存しておいてから F12 を押してレンダーしていきましょう。レンダリングが終わりました。最小化で閉じておきます。では色を調整していきたいのですが背景の画像がちょっと大きすぎるので V を3回ぐらい押してあげると小さく変わるかなと思います。ではまずは露出の値を変えてカラーを調整していきましょう。上げるとちょっとずつ明るくなっていくと思います。今回は 0.5 にしてみました。続いて今度コントラストを上げていきましょう。今回は10に設定してみました。あとは彩度も上げていきます。こちらも作ったオブジェクトのカラーによって変えてあげてください。今回は上げなくてもよかったかなと思います。ではファイルを保存していきましょう。先ほど最小化したウィンドウを引っ張ってきたら画像から名前をつけて保存や保存で保存してあげます。こちらを消してしまった場合はレンダリングタブから保存してあげてください。以上で今回のチュートリアルを終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ファンボックスで今回作ったファイルを配布しているので、自分のパソコンで見たいという方は概要欄の URL からページに飛んでみてください。ではまた次回お会いしましょう。